皆さんこんばんは。皆さん今日は本当にありがとうございました。めっちゃ楽しかった。ピエクスさんこんにちは。終わりました。第1日目楽しかったよ。1日が終わりました。ぐったり今日はさ、終わり頃にめちゃめちゃ来てくれてめっちゃ嬉しかった。ありがとう。明日は、明日の目標を言います。明日の目標は釣り上げます。釣り上げよう。みんなを釣り上げてみせますよ。でもひなちゃんプロだわ。ひなちゃんすごい。なんか今日近くでさ、ひなちゃんと握手会近くだったんだけど、もうすごかった。ひなちゃんはすごいよ。からはっちゃんもひなちゃんを見習って頑張りたいと思いますので、これからもどうぞ応援よろしくお願いします。お疲れ様ありがとうございます。草クリックさんありがとうございます。ペガサスさんお疲れ様ありがとうございます。ヨッシーさんありがとうございます。はるちゃんさんこんにちは。雪だるまさんありがとうございます。ファイトありがとうございます。黒パンダさんありがとうございます。じゃんけん勝ち抜きます。明日ですね。もうどうしよう。ゆずはさんも本当ネガティブなことしか言わないからどうしようか。でももう決まってるんだなって思ったので、もうあとは直感で突き進んでいただきます。ありがとう。今日いて、リカさんありがとうございます。めっちゃ嬉しいわ。ヘザスタさんこんばんは。本日はたくさん、そう皆さん明日も同じような感じ、こんな感じです。そうだからメイク直すとか髪とかばっかりなんですけど、本当ごめんなさい。明日の朝もやろうと思うのでぜひお方来てください。はるちゃんお疲れありがとう。みきさんこんばんは。じゃんけん勝てね。そうなんですよね。だから頑張ってきます。明日も行きます。おリカって言ってくださいねありがとう。キワくんさんやっほー。運だよね。ほんと一日大変充実した顔して、そうめっちゃもうほんとに嬉しくて、7部はほんとに自分が思った以上の方たちが来てくれて本当に嬉しかったです。なんかこれでファンが増えてくれたら嬉しいなーって思うんですけど、またこれからもどん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 頑張ってね、いつかはさっしーさんとかナナさんとか小木のゆかさんとかそんな存在になれたら嬉しいなって思います。今日本当楽しかったです。ゆずはちゃん、あ、ゆずはさんの配信ありがとうございます。配信見たかった。お疲れ、ハッチありがとう。キヨニーこんばんは。お疲れ様です。あ、すごい嘘ありがとう。ちーさんこんばんは。もうこれでもメイク崩れてるし髪もボサボサだしごめんね。終わってすぐだよ。みその背中狭い。うんって言って気合を入れてあげましょう。明日メグネありがとう。まあ元気をつけますよ。大好きちゃんさんこんばんは。お疲れ様ありがとうございます。こんばんは。ゆうくんさんこんばんは。明日メグネ、ももくまさんありがとうございます。ももくまですって言ってください。はっちゃん今日ね名前聞いた。多分はっちゃんのところに来てくれた方は分かると思うんですけど、なんではっちゃんがみんなに名前を聞いたかっていうと、全部メモしてますので皆さんなのではっちゃんのところに来てくれた方は絶対絶対絶対に名前言って帰ってください。はっちゃんも絶対覚えます。自分史上最高の人生の泣くのは誰も泣きませんよもう本当に、でも12年間生きてきた中で一番楽しい夏休みかもしれない。プールも行けないけど、プールとかそういう楽しいことは行けないけど、こうやってなんか握手会とかファンの皆さんが会いに来てくれるって一番いいことなんだなって思いました。よし、向上心がありますよ、はっちゃんなれるよ、頑張ります。こんばんは、かーちゃんさん。スタメクのゆくだるまさんありがとう。ピンクさんお疲れ様ありがとうございます。
疲れたっていうよりもマジで嬉しかったって感じ。ありがとう、本当にハッチありがとう。明日行くね、ももくまさんありがとう。今日いっぱいジャンプした。今日なんか足が痛くてなかなかできなかったんですよ。それでも来てくれた方がたくさんいて本当に嬉しかった、ありがとう。佐川さんこんばんは。でも結構ジャンプしましたよ今日。わだっちさん、メイクしなくても十分かわいい。ノー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 、本当にやばいで、釣り目の離れ目の鼻のペーってしてるし唇色ないしみたいな。あと充電が 20% だったからごめんね。フォローしたよ、ありがとうございます。お疲れ様、ありがとう。マヤちゃん大人っぽいね。マジで大学生に見える、それは嘘だよたくさん食べないか、楽しみます。頑張ってね。そう、あ、かなかなさんありがとう。最後まで手振ってくれてめっちゃ嬉しい、ありがとう。すっぴんしてるとか言わない、そこそこ、カズさんそこ言わないよ、言わないでよ。かなかなさん最後までお見送りしてくれてありがとうございました。もう嬉しくて嬉しくて楽しかったじゃない、嬉しくて嬉しくてしょうがなかった。めちゃめちゃ楽しかったし、なんかもう本当にさ、しかもその終わりの曲がなんとハッシュタグ好きなんだだったんですよみたいな。分かってくれてありがとう。もうかなかなさんの顔は一生忘れないよ、めっちゃ可愛いもん、かなかなさん可愛いのだから皆さんの顔も一生忘れないので、ぜひよかったら一度でもはっちゃんに会いに来てくれたら嬉しいです。ゆずはちゃんと明日も走ってほしい。そうだよね、ちょっとゆずはさん頼んでみますね。誰も負けない小女子の努力がある、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。なんか泣きそうな顔してるでしょ。全然泣きそうじゃない、うおーってか。何成長していくのかも、なんか本当に。でも先月よりも全然増えたなって。だからそれからはっちゃんにファンになってくれた方もいるだろうし、なんかはっちゃんも成長したなっていうのが、まだまだ成長したなって思う時期はまだですけど、まあちょっとずつ思ってきたかなって思います。ありがとう、こちらこそ。早く神戸なんか全国行きたい、ぜひぜひ。かなかなさんはじゃあお隣として善悪の時ははっちゃんに何も言わないでください。はっちゃんがかなかなさんって言いますからね。私はこれからも頑張って、ありがとうございます、頑張ります。皆さんもぜひよかったら来てください。シャルは道好きな、お、雪だるまさんありがとうございます。うん、めっちゃ嬉しかった今日は。あれまだ言ってないけど忘れないでね、絶対忘れんよ。オーディションの時からファンだと、お、それはめっちゃ嬉しい、わかった、よいしょ。じゃあ約束やね、ももちゃんも今日は何時間も何時間も一緒に付き合ってくれました、本当にありがとう。もう本当楽しかった、もう幸せだな、私は幸せ者だ。なんかさ、なんかハッチの離れ目とか釣り目が嫌いな人もいるかもしれないけど、その人に負けないくらいのファンの方を、皆さん私の味方をしてくれる方をもっともっと増やして、いつかはね、そんなハッチの離れ目なんて関係ないよって言ってくれる方がたくさんできたら嬉しいです。めっちゃ未来の話をしてますけど、こういうの好きなんですお疲れ、シャガーさんありがとう。目が好き、嬉しいそう、あとゆずはさんのファンの方がたくさん来てくれて、そう嬉しかったです、ありがとうございます。本当にはっちゃんのことをゆずはさんのおかげで知ってくれたって方も本当にありがとうございます。確かにキャプテンも離れ目、そう、奈々さんと離れ目族、カジューダ離れ目族組んでるから大丈夫です、私は怖くない見慣れたら慣れる、そうだね、チャームポイント、そうです、はっちゃんチャームポイントです。皆さんぜひぜひね、本当にもうあと目が1個ぐらい入りそうなぐらいの目の隙間があるんですけども、こんな私をよろしくお願いします。見てるよ、ありがとう、きっと美人になる、嬉しい、大阪の全国がない、ぜひありがとう、名前言って帰ってね、
で頑張ります。そう、さすがに善悪は早すぎて名前書けないんですけど、ごめんなさい。そうだ、やっぱりこれでもモデルさんですか？おかみおさん、こんばんは。応援してるから、ありがとうございます。ゆうちゃんの早すぎとかたくさんね、びっくりした。全部クレームで好きだからね、ありがとう。みんな本当にありがとうございました。明日も頑張ります、明後日も頑張りますので、皆さん応援よろしくお願いします。もう空いてる時間があったらとにかくショールームやろうと思うので、ぜひ皆さんにねこの気持ちを伝えたいと思うのでね、皆さん明日も見てください。今どこだと思う？え、握手会会長。いい子、じゃんけん残念だったね。でも大丈夫、ヒーコはね、じゃんけん負けちゃった。でも大丈夫。残念。握手会会場、ありがとう。ラックスさん、ありがとう。ヒーコだよ。あ、ちへみさん、こんばんは。夕食頑張ってきました。おかえり。明日頑張って頑張ります。ななこちゃん、お疲れ様ありがとうございます。そう、めっちゃ嬉しいな、ありがとう。本当にありがとうしか出てこない。本当にありがとう。さあお家帰ったらもう今日はすぐ寝る。眠い、眠くて眠くてしょうがないから今日は早く寝ますね。配信見えるかり、お、ありがとう。明日もはっちゃんの笑顔が痛いかな。あ、疲れてる、大丈夫ですよ、全然。はっちって呼んでいい？ぜひぜひ、はっちって呼んでください。はっちだよ、ななこちゃん、はっちって呼んで。お疲れ様、かなかなさん、ありがとう。ゆっくり休んで、ありがとう。さっきの配信ありがとう。エサウスさん、ありがとう。あーって言うけど、みたいな、1日だけ号泣。あれですよ、全然おしますとか待ってますからね。全然おします待ってます。皆さん本当にありがとうございました。明日もたくさんの人が来てくれるように祈りますね。はっちゃんが俺のスタミナゲーム、あ、ありがとう。元気の源、嬉しい。 NGT さん大好きですよ、はっちゃんも。青春時計めっちゃ好きです、ありがとう。はっちゃんって呼ばれたら変にそう。確かに私、はいって言われちゃうよね。おしまし使えるの？おしまし使えますよ。30分経ったらおしましが使えるので、ぜひぜひ。なんか30分、開始から30分経ったら多分なんかおしまし使いますみたいな、多分メガホンで言われると思うんで、それなったらおしましが使えるはずです。違うかな、どうだろう。9月おしましで行くの、お、ありがとう。ちいさん、ちいさん、これじゃ行く、お、ぜひぜひ。ちょっと詳しいことよくわかんないので、ぜひちょっと誰か詳しい人お願いします。マッチ、ありがとう。さきさん、ももちゃんだよ。すさん、すさんで当てる、こんばんは。はっちゃん幸せなの、俺も幸せ。おー、やった。はっちゃんの幸せはみんなの幸せです。今日おしましでマッチに、あ、ありがとう。ごめんなさい、叩いてないよ。ありがとうね、本当にみんな嬉しすぎる。じゃんけん何番？わかんない。今来てお疲れ様。あ、ムックさん、ありがとう。近くに来てくれた時、こっそり、え、こっそりかい。アレックスさん、お疲れ様、ありがとう。じゃんけん何です？おはちゃんもわかんないんだよね。
だから皆さん見逃しちゃいけませんよ。ナナのおじさんありがとう。眠し眠し眠いですね。受験生だから来年になったら会いに来ない。ありがとうございます。来年ですね。待つわけよ。ななこちゃんでよーんって言ってくれたらありがとう。ななこさんこんばんにゃー。明日、お、ありがとう。待つわけね。ゆださん写真撮った撮った、ありがとう。ゆださん写真撮らせていただきましたよ。イエイめちゃめちゃ楽しめました。パソコンから離れない必見ですね。これは見るしかない、見るしかない感じ。作戦会議まだしてないんだよね。とにかく明日の朝はいいことがあるのでぜひ皆さん来てください。めっちゃいいことがあります。はっちゃん頑張るので明日の朝は皆さんぜひ明日の朝だけは見に来てください。よろしくお願いします。ももちゃんの後ろははっちゃんのリュックがあります。 うさぎちゃんです。かわいいね。ね、財産になります。朝何時ぐらい？わからん。早いよ。5時台。起きれたらお願いします。見に行く、ありがとう。5時台です。明日はつい、どうしようかな。ついにしようか迷ってます。上か下か。今日と一緒、今日と一緒かな。今日本当さ5時に予定入れてたんだけどさ、5時半になっちゃってごめんね。なんか時計、ありがとう、ごめんね。本当遅れちゃったら本当にごめん。起きれなくても大丈夫だよ。ありがとうみんな、はっちゃんのために起きてくれて本当にありがとう。新聞配達かかって、あ、新聞配達でも大丈夫、まだ大丈夫。じゃあ5時半にしようか。5時半からにしよう。5時半から、5時30分から開始です。みんな来てください。あ、起こしてもらえた、なんだ、ありがとう。そう、え、5時半にしよう。5時半にしよう。頑張って、ごめんね、みんなのために、みんなそれで私のためにみんな起きてくれてありがとう。でも明日は本当にいいことばっかりだからさあ、はっちゃん朝弱いの、え、絶対見る、ありがとう、みんなありがとうね。6時から仕事だけ頑張る、あ、ありがとう、おだちさん。昼くらい OK です、全然言いますよ。ショールームでやりますね。じゃあサプライズで皆さんには、もう気合いないけど気合いだけど、おー、ありがとう、みんな本当にありがとう。もう今日はさ、でも本当にめっちゃ素敵な日になりました。明日昼から長いレシピで、お、頑張れ頑張れ、行くぜ、行ける行ける。夜勤なので5時半ならギリギリから、あ、ありがとう。でも5時半ぴったりにはやり始めないかもしれない。もしかしたら、なんだろう、なんかもうちょっと時間経ってからとか、まあ5時半からショールーム始めるのでギリギリでも頑張ってください、お願いします。ごめんね、みんな本当にちょっと今日は自分が何言ってるか本当に分かんないんですけど、今日早く寝るから朝から8時目、お、最高かよ。明日もね、今日と同じぐらいになっちゃうかもしれない。今日もなんかメイク直しとかさ、そういうのにばっかりなっちゃってごめんなさいね。明日も明後日も多分そうだと思うのでごめんなさい。あ、三脚この子入ってるよ、使う？あ、使いたい。あ、いいよいいよ。じゃあちょっとカメラかけ、え、いい？オッケー。かわいいってみなみちゃんから褒めてもらいました、ありがとう。朝からちょっとブズグループな服がね、あ、いってらっしゃい。
ってらっしゃいませ。みんなで来て、ツイッチ近いしてる、ツイッチだよ、近いしてる、ありがとう、全然いい。めっちゃ嬉しかったな。もう今日は早く寝よう。お、ありがとう。はい、ありがとう。もちろんありがとね。めっちゃ嬉しい。私もついて、あ、雪だるまさんありがとう。これもったいない、最高なんだよ。はーい、何だったっけ、分からん。じゃあそろそろ帰るらしいので今日はこの辺で終わりたいと思います。13位から読めなくてごめんなさいね。皆さん今日は本当にありがとうございました。明日も見てください。それではバイバイ、おやすみ、いい夢を見てくださいね。おやすみなさい。